伏見会館は、かつて存在した、日本の映画館である。1957年12月30日、京都府京都市伏見区の大手筋に、伏見東映劇場として、新築、会館、1961年前後に改称した。京都伏見会館と表記されることもあった。明治時代から芝居小屋、映画館が栄えた道区に残る最後の映画館として、知られた。 同館を経営し同館内に本社を置いた映画工業会社京阪工業についても本校で扱い同館の解消後に伏見東映劇場を名乗った映画館については伏見東劇で扱う建築中の伏見東映劇場1957年12月30日京都府京都市伏見区新町4丁目454番地に伏見東映劇場として新築され 開館した。1階には、東映パチンコがあり、道館は2階に、入り口があった。当初は、東映専門の2番館で、風切り作品を1から2週遅れで上映した。京阪本線伏見桃山駅及び道駅に、並行する近鉄京都線桃山五両前駅と、直行して、西に伸びる大手筋に面した、高立地であり、道館の経営は、京阪工業株式会社が、 会館から最後の閉館まで一貫して行った。設立時の同社代表であった岡本さん A は、兵庫県神戸市出身の元活動写真弁士で、福岡県文字市本川町4丁目に文字国際映画劇場を戦前から経営する人物であり、当時は文字市議会議員を務めていた。当時の伏見区には、伏見大手、劇場、伏見映画劇場、 伏見と映画劇場、伏見キネマ、伏見大ダイエト館を含めて合計6館の映画館が存在していた。1961年前後に伏見会館と解消、新東宝の風切り館になったが、同時期に新東宝は倒産している。前年に伏見キネマが閉館、同年、伏見大手劇場が閉館し、伏見と映劇が業態をストリップ劇場に変更して、 伏見ミュージックと解消している。この時期、同区内の映画館は半減し、同館の他は、伏見大映と伏見劇場だけになってしまった。伏見劇場は1967年前後に閉館、同じ頃、伏見大映が、伏見東映劇場と解消している。その後の同館は、東宝が制作、配給したゴジラシリーズや日活が制作、配給した 8月の濡れた砂等を上映していたという。1971年には、同館が面した大手筋にアーケードが設置され、車両が通行しなくなっている。1970年代には、日本映画の各社婚映館であったが、日活が日活ロマンポルノを開始するとともに、同館は成人映画を中心とした映画館に変わっていった。1980年代には、 同区に2巻のみ残った映画館である、フシュミ陶劇と共に、日活ロマンポルノ等の成人映画を上映していた。1987年に、フシュミ陶劇が閉館して1989年10月には、跡地にマンションが建ち、同区の映画館は同館のみになった。1988年6月のロマンポルノ、終演以降は、新東方映画、 エクセスフィルム OP 映画を上映していたが、2004年3月30日、閉館した。建物は解体されることなく存続しており、1階に存在した東映パチンコは、立ち名変更以降も長らく営業が続いていたが、同館の閉館時にはすでにスーパーマーケット、マイキッチンスマイルに変わっていた。京阪工業株式会社は、日本の映画会社である。 福岡県文字市の工業者、市議会議員であった元活動写真弁士の岡本さん、映画、伏見東映劇場の開業前に設立、岡本忠夫が代表を務め、かつて1950年代に西陣京国の映画館、国際映画劇場を経営した谷口真一が取締役を務めていた。1978年前後には谷口に代わって、 文字国際映画劇場の後ろ身である、岡山実業株式会社の社長、岡本幹事が取締役に就任している。伏見会館を経営し、同館内に本社を置いた。かつて同社が経営した映画館等の事業上の一覧である。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます京阪工業に関するカテゴリ。ありがとうございます。